Might have had echo. But what's up? I am doing something different today. I'm gonna go ahead and tell y'all that I forgot about Ningguang's What Is This? I might do that over the weekend. But I forgot about Ningguang's outfit, and that means I have to do this quest, I believe. Yeah. So we're gonna go do that. I was gonna wait until after checking out Enganomiya, but I also might be saying it wrong because I didn't give myself enough time to actually like read it a couple of times to memorize what it's called. But yeah, I need to check my sound. So I'm the teleport. Let me get my phone. Hold up. Alright, testing sound. Sounds good. Set up is at mega sketch levels. Alright. Multitasking between five gotchas. Oh, I need to get my laptop fixed so I can stream the other gotchas, because I don't have a full setup for that yet. I'm always saying that. I might need to get that fixed this month. Alright, what you got for me? Like, still, who voice is that? Ningguang? Okay. Of course it would be hers. Where has she been living since her house basically crashed? Cuz she bought them all. もしこの件でお役に立てれば。教皇様、俺らに手伝えることはありますか？そう慌てないでちょうだい。数日前、この噂が広まったことで、確保、差し当たり、手元にいくつか案件があるから、現状、すでに立地の選定は終わったわ。必要な建材の準備も、その3つが、名家不条意し。戦機革新、そして戦果樹布。その僭越ながら申し上げますが、不浄の石以外の2つは聞いたこともないのですが。名家という名は十分な大きさの不浄の石に与えられるわ。これは軍玉閣が宙に浮くための基盤となるものよ。そして戦機革新は軍玉閣な戦火呪符は機械装置と仙人の砲術を結びつける役割を持っている。三つとも希少な素材ではあるけど、あなたたちの人脈と能力をもってすれば見つかる。でも兵は神速を尊ぶもの。何よりも効率が大事よ。見つけてくれたらいいねで買い取らせてもらうわ。 Ask her a question? もちろん。どのような質問にも答えるわ。この見返りは、先ほどの品々を見つけ出すのは至難の業。しかし来年その価値は計り知れないものになる。行幸様から情報を得たものこそが市場の棋戦を制することに。ついてるぞ。つい最近不浄の石に関する噂を聞いたばかりなんだ。こう Don't do that. You goWe need to jostle the competition. 俺たちも行きとしよう。先を越されるわけにはいかない。He should have just walked away quietly. 軍玉閣の再建か。これってかなり重要なことなんじゃないか。おいらたちも行ってみよう。Let's just walk in and take everything because we're awesome like that. 先ほどの話、あなたたちも聞いていたようね。Are we already gonna start asking questions? どうかしら。興味はこの私が知っていることであれば何でも真実を教えるわ。Didn't we already get
like her vow that she was gonna go looking for our brother though. 本当か? じゃあ、オイラは行幸がどうやって商売しているのか聞きたいぞ。 Oh wait, one question for each of us, right? その秘密がわかれば、オイラたちもう二度とモラに困らなくて済むだろう。もちろん、教えることは可能よ。軍玉閣の再建に使われる土地はかなり広大なもの。今回黄金屋の私は別件があるから、あなたたちと一緒に行くことはできないけど、そうめったにない機会よ。あまり時間をかけすぎると他の人に先を越されちゃうから。行幸ってやっぱ忙しそうだな。とりあえず極境台を離れてって、うん、あ、あ、姉ちゃん、ずいぶんと優雅な佇まいだな。それに気品もある。これ軍玉閣の再建争いで独走するんじゃねえか。うん、俺ら再建に必要な素材の情報を持ってるんだ。どうだ、あっちの静かなところでゆっくり話でも。I don't trust him. 必要ない。 Neither does she. さあ言うなって。 Kidding, これ but 悪いようにはしねえから。おい、ボサッとすんな。早くついてこい。あ、はい。 His voice don't match. Interlude Chapter Act 1. おい、今の聞いたか？あいつら情報を持ってるらしいぜ。This is probably a waste of time. 今、オイラたちに一番必要なのは情報だ。行ってみよう。ここにはいないみたいだな。もう少し下の方を探してみるか。Looks like them down there.That? Wait, hold on. Oh, I don't know what that is. Is that flower thing? I thought that was like a lantern. Anyways. もう逃げ場はないぞ、姉ちゃん。何も俺らは悪人じゃねえ。安心しな。ちょっとばかしモラを払えば。親分。なんだか嫌な予感がします。彼女明らかに他の人とは違う雰囲気というか、髪も白いし見た感じ。それがなんだってんだ。久々の上物だ。こいつから絞り取らねえでどうやって借金を。言ったはずだ。ムシラの先ほどの言葉が聞こえていなかったのなら、最後にもう一度だけ忠告する。 That was a threat, dude. あのな、姉ちゃんよ、ガキじゃあるまいし、これくらい分かってほしいんだが、お前が必要かなんて関係ないんだよ。おとなしくモラを渡せば済む話なんだからさ。我は。おっと、下手な言い訳はするなよ。お前がモラを持ってることぐらい分かる。ルリ亭で宅に乗り切らないほどの料理を注文してただろう。そして新月軒や万民堂でも同じように看板料理を全部注文したが、どれも一口しか食べてなかった。The tasting part, not the spending part. 金持ちの嬢ちゃんでもない限り、そんな贅沢なことできやしない。そんなにモラを持ってんだから、少しぐらい分けてくれてもいいだろ。師匠にはリーユエコーで騒ぎを起こすなと。まあいい。もしかしたら。これも運命なのかもしれない。親分、何か様子が変ですよ。Your faith is clear. ビビる必要はねえ。俺らは情報を売ろうとしてるだけだ。法には触れてないだろう。こいつが手を出してきたら、逆に訴えてやるさ。The Lumine already has the story right there. はあ、またお前らか。Again. 千眼君。どうして千眼軍がここに。まさかお前黙れ。
また人を脅迫しているんだろう。ついてきてもらうぞ。嘘を、怖い顔しないでくれよ。They got locked up. 神格。神格？ That's her name. 我の名だ。おお、神格っていうのか。オイラはパイモン。こいつは旅人だ。よろしくな。主らの名は知っている。先刻は助けてくれて感謝するぞ。無論我一人でも解決できたがな。あやつの首根っこをとっつかまえて、頭部を地面に3回叩きつけてやれば諦めると我は判断していた。うわぁ、そんな暴力を振るっちゃダメだぞ。ここはリーユエコーだから、リーユへの法律をちゃんと守らないと。 She gonna end up in jail before they would. 法律？ Oh no. She doesn't know what they are. 確かに。 She literally doesn't. That's not good. そうなのか？じゃあこれまで。 It's time for food. ああ、我の腹の音だ。腹が空いているからな。What are you, a wild animal or something? あっさりと認めたぞ。そういえば、神格はいろんな店で料理を注文して一口ずつしか食べなかったってさっきの人たちが言ってたけど、そんなんじゃお腹が空くに決まってるだろう。何か食べたいものはないのか？精神、瑠璃ユリ、瑠璃袋、それらを普段は食している。 That's it? 薬剤？どうやらよく分かってないみたいだな。近くに不ぼくろがあるし、そこに連れて行ってお腹いっぱい食べさせてやろうぜ。 I'm not sure they got extra, but she got money, so お腹がペコペコなままだと力が出ないからな。 Those things kind of grow around here too, though. I think. なあ、神格ってもしかして仙人なのかな。 Possible. 初めてリーユエコーに来たみたいだし、それに常識もちょっとないだろう。仙人だったとしたら納得できるんだけど。If I go any closer, I might trigger a cutscene. どんな仙人なんだろう。気になる。I mean, again, there's Ganyu. She's different. Again, more space than I thought. Alright. ようこそ。どういった薬をお求めでしょうか。 Prescription? This is a...A dang menu I got with me. Half a pound. どれも250gずつ頼む。それはどういった処方でしょう。まるで薬で食事をするかのような量ですね。Everything they have in stock. どうぞ。Should we be taking all the medicinal herbs people might get sick? 感謝する。本当に食べてるぞ。Take your drugs and get out. She just ate them there? 地層になった。いや、まずい。Huh? ほのかな清涼感はあるものの、食べ過ぎれば口の中に残るのは苦味と酸味と渋みのみだ。How do you even finish all that? じゃあ、神格はどうしてお店の料理じゃなくて薬剤をわざわざ食べるんだ。 Too sweet or something? モラをたくさん持ってるんだろ。オイラだったら一番高級なお店に行ってたくさん料理を注文して、それを一気に食べるぞ。それは今後この地にとどまるかどうか我自身にもわからぬからだ。世の料理は美味なるもの。しかしいずれ山に戻ってしまえば、その美食への思いが、yep. 修行の妨げになる恐れがある。それゆえ軽く味わうだけにし、
どのようなものか知るだけにとどめたのだ。山に戻って、あ、間違いない、こいつ仙人だぞ。 She way out of touch。 我のことはともかく、主らはこれからどうするのだ。そうだ、忘れるところだった。オイラたち軍玉閣を再建するためにその素材集めを競ってるんだったよな。ここで時間を潰してたら他の人に先を越されちゃうぞ。 Getting sidetracked. The Traveler Special. そうか、その件なら我も道すがら耳にした。ヒヒ、もし他の人に早く集めることができたら、どんな質問にも答えてくれるらしいぞ。まさか神格も参加しに来たのか。確かに我もその件で来たのだが、そういった競い合いに参加するつもりだが、主たちには世話になった分、我も役に立ちたいと思う。Down, but how can she help? 見返りを求めはしない。She doesn't know what the law is. This is trouble. うえ、神格はそれでいいのか。でも仙人に手伝ってもらえたら、素材集めも順調に進みそうだよな。50-50 chance, but we down. That's what we do. ならば善は急げだ。我に一つ案がある。おう、神格の案なら。きっとすごいんだろうな。すごいかどうかはわからぬが、十分な効果は期待できるだろう。我らより先行している者を全員排除すれば一番になれると思うのだが。 Define dispose? Do you just off your enemies like regularly? ダメだ、どう考えてもやっちゃいけないことだぞ。そうなのか。だが競い合いとは互いを排斥し合って裏で策を弄するものだと聞いたが。オイラたちは正々堂々勝負して一番になるんだ。 The pose。 名家不条意し、戦機革新、そして戦火呪符、順番に探そうぜ。まずは不条の石からだな。店の外から何やら話し合う声が聞こえると思ったら、あなたたちでしたか。Of course it's us. あ、薬術どうしたんだ。 In order to find drama. 行幸さんから傷薬をまとめて仕入れたいという依頼があったのです。 Wound dressing? ただどうも店の在庫が足りないようでして、これから調達しに行くところなんですよ。行幸はどうしてそんなに傷薬を必要としてるんだ。それは私にも分かりません。軍玉閣を再建するお話は私も聞いていますが、その現場で使うのでしょうか。それから行幸さんは私から7を借りていきました。ですから福袋は現在かなりの人手不足でして。part-time work。 あ、悪いな、オイラたち他にやることがあるんだ。そうだ、白術って物知りだし、名家不条絵師について聞いたことってないか。軍玉閣の再建に必要な素材でしょうか。確か七蔵三景にそれについての記述がありましたね。名家不条絵師を活性化させれば雲の上まで飛べるとか。文献に記録されている名家不条絵師はもうほぼ誰かに採掘されています。これに関しては私よりも悲運し。なるほど、じゃ薬術ありがとな。どういたしまして、うまくいくことを祈っています。 Very knowledgeable. Now then. My HP kind of low by the way. Oh, I did something to my teams. I likeWhat did they do? Oh, I put... it's easier just for me to show you because I can't remember exactly what I did. But to my B team, I did that Yanfei instead of Barbara, and I put Barbara at the end for healing. I was just testing stuff out. I need a shield user here. Wait. Well, I mean, I need a healer. If we get a flame healer...That does at least some flame DPS, she goes right in the middle. That would be perfect. But we don't have one yet. So we're doing this.
We need more healers, guys. Or if I had Sayu, I would put Sayu at the end. Sayu's fun. Plus, like, if I play a Sayu and just start rolling around, like, I probably won't be taking much damage. I don't know. I just need a way to prevent damage. I don't necessarily need a shield. I'm just so used to shield. Or I need an Oonga Booga team, but yeah, we'll figure things out. Xing Chou. おや、何を慌てているんだい？ここ最近、紹介に様々な注文が殺到しておりまして、手が回らない状態なのです。坊ちゃまを見かけたら、必ず残って手伝わせるよう、旦那様からのお達しです。いうことか。わかった。とりあえず注文の分類をするよう、手配しておけ。他は僕に任せてくれていい。ありがとうございます。坊ちゃまがいてくださるだけで一安心です。ユクアキ、ここにいたのか。お前に聞きたいことがあるんだ。旅人とパイモン。すまない。少し待っててくれないか。アキョク、僕は客人と話すから、君は先に行っててくれ。紹介のことは。わかりました。お客人、どうぞごゆっくり。まさか今日君たちが来るとは思わなかったよ。どうしたんだい？何か手伝ってほしいことがあるようだけど。 A very loyal friend. I want to be like this one day. ゆくあき、名家不浄医師について何か知らないか？なるほど、君たちも軍玉閣の再建に手を貸しているというわけか。もって、実を言うと、機運紹介にはメイカ不条理氏がある。One piece. これは他のものから競売用に預かったものだ。君たちが物は少なきをもってたっとしとなすという言葉がある通り、競売にかければ最終。5億もら！正直、この不条の石を競り落とすことはお勧めしない。相場よりもだいぶ。焦ることはない。君たちは鳴海聖火神君について聞いたことあるかい？誰だ？鳴海聖火神君はかつて利水定山神君と親密な関係にあった方だ。しかし我の記憶ではもうすでに逝去されているはず。そう、まさか僕以外にもあの方について知っている人がいるとはね。関雲録に記述された内容によると、鳴海聖火神君は自ら銅典を作り、奇妙で珍しい宝を数多く陳列していたそうだ。鳴海聖火神君が逝去された後、ただ幸いなことに僕は民間伝承に関する本を最近集めていてね。そこでこの銅典について。やった！でも仙人に対して、その問題ない。 I mean, grave robbing is wrong any, like, any way you look at it, but 心が広い。あの方が生きていたとしても、これ心が広い、実に斬新な観点だ。どの書物から得た考察なのか、よかったら。ただ山野に広がっている噂だ。行くぞ。あの人なんだか僕の友人に似ている気がする。そうだ、それにもう一つ、仙人の銅典は非常に緻密に作られたもので自衛機構が備わっている。おう、気をつけて行ってくるぜ。ありがとうな、I could be wrong about the location. 軍玉閣の再建に関わる競争はな。 I was pretty sure it's that little island I love to travel to, but I could be wrong. So...It's roughly... Yeah, no, that doesn't look like where I usually take trips to. Oh, it's that mountain where I usually get crystal flies. I don't feel like it right now, though.
どれ？ユコアキが言ってた場所はこの辺りだと思うんだけど。I should have read it carefully to see if it said the place was floating. What the? It's raining. ここ一帯に痕跡を消すための千人の砲術が貼られていたようだ。お、さすが神格。よし、もう一回探してみよう。あ、見ろ。さっきまでいなかったのに。We missed one. No, I'm kidding. I'm always missing them. It's kind of tripping. Is it all right? Nah, I'm kind of tripping. Slipping and sliding. What the? Oh.ここで洗礼が姿を消したよな。見に行ってみよう。Hmm. Ooh. And I even have all the elements on my team. Let's go. I feel like these aren't the most common elements to have on a team. Cryo, Pyro, and Geo. I keep thinking I'm wrong when I say Geo.Because everything else has two or three syllables. Animal, Electro, Pyro. オイラたち、さっきまで滝にいたよな。どうして急にこんなところに出たんだ? I want to live in a place like this. I always say I want to live this place for that. 空の上にいるみたいだ。おそらく、ここが千人の洞天だろう。我らが探しているメイカ不条石もここにあるはずだ。本当か？あ、あれってさっきの洗礼じゃないか？見ろよ、雲の下に潜ってったぞ。しかもよく見るとここの岩や木、なんだか不自然じゃないか？I think I saw monsters. まさか雲の下にまだ何か隠れてるのか？これは本物の雲ではなく、空間を隔てる砲術だ。下に降りるには、まずこの砲術を維持している装置を破壊。よし、じゃあ早速それを破壊しよう。この地に魔物の気配を感じる。どこに身を潜めているかわからぬが。With any luck, they'll let me play as Shin He. 具現せよ。Even though her attack, like, wait, that slow flow. Wait.I like that slow flow she does after the third hit. Wait, if I... Oh! I guess I can just walk on the clouds. I thought I was gonna have to do some shenanigans or something. Oh. I was like, I saw a health bar. I was like, oh snap. I don't know how this character works for her. Holy crap, her attack is high. Well, 2700 is just like really good. Even among my characters, it's like high. Actually, they all looking kind of weak now. A couple of them are up there. Why is hers that high? I didn't build her for attack, but I should build a damage set for her. And where's Fischl?I think I took my attack stuff off of Fischl. I can't find Fischl. There she is, okay. Yeah. That's kind of cool. Like, I mean, I know I already tried this character out a few days ago. It was like 2 days ago or something, but...
Just having fluid attacks makes me happy. What was I supposed to do? For cryo, I'm just gonna. Oops. I pressed Ayaka, but it said cannot swap. Do I need fire? No. Is that it? Yep, that's it. Froze the whole lake. I just wanted to freeze the lake. Okay. I'm supposed to go up there, but how? These are the monsters I saw. Still want more DPS. Wait. I thought the wind was closer to me than it was. Oh wow. Can't see what happened. I'm trying to hit this island just cause. This is treasure. There's stuff in there, nice. See, if I could go to all of those islands, I would be hyped. I might try it. 侵入者として認識されたようだ。だがこれ式、我が何とかしよう。てっと、やっせ。た、やって、はった。She plays kind of like a very slow What is it? Just in terms of her regular attacks, she plays like a slow Zarya. Which if she works well with my team, I could probably put her on my team. Because I wanted Zarya just because she's fluid. Oh, am I supposed to break this? my attack was like automatically hitting it. I was like, Lumi. Yeah.
And that's how it's done. I'm like sitting very weird. This is uncomfortable. I need to fix this. I knew that was gonna wake up. What? Why is it that fast? I think I saw the sea. Splat? I didn't see where it went though. Rip. あの岩壁、なんだか他と違う気がするぞ。近くで観察してみよう。Thinking. Okay, I was trying to make sure I didn't mess up. Of that puzzle, let's see. Can I? That kid who loves exploring everything, that was me. Wait, there's two places to go, that way? And, oh no. Yeah, no, this is a wall, never mind. I just remembered that, I felt like I hadn't pushed it all the way in, but I did. I'm the type of person that checks out the passageway thinking there's hidden secrets. And doesn't get to the hidden secret. They should give us dungeons that let us use 5 characters. Like more than they do. That would be cool. Or at least have trials like with guest characters, and maybe you have one or more in addition to your own team. Maybe a dungeon where you can use an extra character from your friends. PS4 is mega overheating. Hold on. I
put as much fan air as I can on it, dude. If it cuts out, you know what happened. I'm sorry, but I couldn't resist. Where are we going? I have no idea. I think I hit a wall. Yeah. All we need is characters that can just like skyrocket and fly. Like more than Kazuha or like Zhao. Like, oh, I hit the wall. Exploration over. It does remind me of another sort of like area like this, like a domain that we've been to before, but I can't remember what story it was for. Something about ghosts. Okay, so I think we came from here. Alright, yeah. My bad, detour. And now I'm just getting stuck. Longer legs, I don't know. Yep. Activated. 活性化されていない浮上の石が宙に浮くことはない。見た目は普通の石と異なるが、その重さはほぼ同じだ。浮上の石は活性化されることで初めてその進化を発揮する。属性の束縛から解き放たれ空へと浮かび上がるのだ。 How do you activate it and how do you not activate it so we don't just get sent to the moon? そうだ、物知りなんだな。我の師匠は雑談が好きでな。暇があれば我を引き連れ、さまざまな伝承を話してくれた。興味のない内容の方が多かったが、まさかこのように役に立つとは。あ、ふと思ったんだけど、もしここで活性化させたら持ち帰れないよな。そんなことしたら、オイラたちまで一緒に飛んでっちゃうし。 Yeah, I wasn't planning on activating it. I'm just trying to monster carry it back. でも、活性化させないと重くて運べないと思うぞ。案ずるな。これ式であれば、You're that strong? 我にとって大した重さではない。 I mean, I knew your stats were high, but holy. でも、安全第一だぞ。心配無用だ。この浮上の石が貴重であることは重々承知している。我を？そうだぞ。神格がどんなにすごくても、もしこんな重いものの下敷きになったら怪我だってするだろう。重いものを運ぶときは身の安全に気をつける。これは常識だぞ。パーマン、have you ever lifted anything heavy in your life? そうなのか。あり、ならば気をつけるとしよう。我は浮上の石を担いで先に行っている。後ほど建設現場で落ち合うとしよう。We ended up meeting the most interesting people. She just picked it up and... あんな重いものを持ち上げられるなんて。神格ってやっぱりただものじゃないよな。
Sure enough, it's gone. Shouldn't we grab some of this and make like a super levitating sword or something? Or jet boots? I don't know. Alright, I'm out. I don't know how long I've been streaming. I'd say maybe 30 minutes. It hasn't been long. It feels like it's been long because I've had a long day, but not long in a bad way, just like a lot of work. Got a lot done too, though. If I think about it, I think I got everything annoying out of the way. Pretty much. Like, I made headway on stuff that was bugging me. That makes me feel better. Because I was like, that stuff was like, work was just not being done. I'm gonna teleport. Found some random cave. Let's see. That'll probably be fast enough. I might do world bosses later, I'm thinking. Because I don't want to leave. If I leave it to like the last day or so, like tomorrow and Sunday, last days of the week, if I leave it to the weekend, I might not have enough. It's not stamina. What is it called again? I play 5 gotchas, so I get it mixed up often. I'm just drawing a blank. You know what I mean? The stamina of this game. It's bugging me much more than I realized. What is it called? Resin. There we go. Nante koto da. Kami o. Boku wa yume demo mite iru no ka? Are hodo kyodai na ishi o mochi ageru nante. Kanojo koso densetsu ni utaware ru sennin ni chigai arimasen. Sennin sama. Dou ka 来年の収入が上がりますように。体積、品質ともに最上級。保存状態も非常に素晴らしいですね。この名家不浄石には満点をつけても問題ないでしょう。我の名は重要ではない。これの競い合いに参加しているわけではないからな。我はこの石の運搬を頼まれただけ。Crazy. 依頼主はもうすぐ来るはずだ。進化くん、あ、それと行幸の手下も。なんとあなたたちでしたか。これほどの不浄の石を見つけたのも納得できます。しかし一つ訂正させてください。I was about to say secretary. 私は手下ではなく秘書です。 This is literally her job. 秘書のお姉さん、この石はオイラたちみんなで見つけたんだ。どうだ、すごいだろう。 She called it a rock. That's crazy. 正直なところ、これまでに届いた浮上の石の中で最上級の品質です。予想外のことが起こらない限り、この石を土台にして軍玉閣の再建は進められると思います。今日はお疲れでしょう。行幸様がこの近くで民宿を借りています。お休みになりたい方はそこに泊まっていただいて構わないとのことです。 Again, where is she living these days since her house went boom into that giant water god? それでは私は先に失礼します。ご覧の通りまだやることが山積みですので。進化くん、さっきここに到着したとき、みんな神格のことを尊敬の眼差しで見てたぞ。True. そうなのか。反応が薄いな。こういうときはもっと喜ぶもんだぞ。もしオイラが誰かにパイモンすごいって褒められたら、胸を張りながらニヤニヤしてるぞ。Of course. 以前、我も似たような称賛を浴びたことがある。その者たちは我を仙人と呼び、まるで遠い存在であるかのようにでも仙人ってみんなそんな感じだろ。オイラたちがこれまでに会ってきた仙人もみんな浮世離れしてて
普通の人間とは違ってたぞ。 She not an adeptus? しかし我はそうでは。 She not something. 深刻？なんでもない。同点に入ってから力を酷使していたゆえ少し疲れただけだ。大丈夫か？あ、そういえば百文が言ってたよな、近くの民宿を借りてあるって。そこで休憩しよう。心配は無用だ。どこか人里離れた静かな場所を見つけ少し座禅を組めばじきに治る。ダメだぞ。もしその間に危険な目にあったらどうするんだ。 Remember that's where she's from. お腹が空いたら美味しいものを食べて、眠くなったら屋根のある場所でちゃんと寝る。無理をするのは良くないぞ。わかった、覚えておこう。あう、そうと決まれば早速神格を民宿に連れて行こう。A hotel. How are we supposed to get there? I like it when the area around changes. Because usually objects and stuff don't move very much in the story, but actually, this may or may not have been here.It's not like I've been paying attention. I don't think it was. Where? Okay, what am I looking at? And then where am I going? Oh, I'm looking at the... Okay, I know what that is. Where am I going? That's a very nice makeshift hotel. Like, it's sturdy.ご宿泊ですか？先ほどちょうど残り2部屋になったところなんです。軍玉閣の再建にこの地区が選ばれて以来、大工や野次馬、業務担当者やお茶売りと利用者が後を絶たない状況でして、だから今日もかなり混み合ってるんですよ。部屋もどんどん埋まってしまい。 Crazy. お客さん間に合ってよかったですね。This is gonna be how it is when we get the PS5, yo. Oh, oh, oira tachi un ga ii na. 片方はまだ部屋の掃除中でして、おそらく30分ほどしたらご案内できるかと思います。どうぞ、客室の鍵です。皆さんごゆっくりお休みください。それじゃあ、神格が先に部屋を使ってくれ。おいらたちは外で部屋の掃除が終わるのを待ってるから。ついでに、おいしい食べ物がないか見てこようぜ。さっき大きなチキンを持ってるお客さんがいたぞ。あとで神格にも夜食用に買ってきてやるよ。明日の朝ごはんにしてもいいしな。Like、ならば、我は休もう。何かあったらいつでも呼べ。我の眠りは浅い。戸を叩くだけですぐに起きよう。ああ、また明日。For all of my worries, she made a great running buddy. あれって、竜王釈放神君じゃないか？ That's probably your master. どうしてこんなところに？行ってみようぜ。Gone. All right. Oh, not gone. Just couldn't see. Hello. 神格とはもう会ったようだな。どうだ？あの子とは仲良くやれておるか？もちろん。竜王釈放神君も神格のことを知っているのか？それは当然。リーユエ校で長年生活するカーンを除けば、生き残っている仙人たちは多かれ少なかれ神格と関わりがある。
ヤンフェイ？そうだったのか。なあ、神格の鮮明って何なんだ？神格って呼んだ方が親しみがあるけど、やっぱり罰当たりな気もするし。鮮明。なぜ神格が鮮明を持っていると？え？仙人ってみんなすごそうな称号を持ってるんじゃないのか？ I'm a little shaky on what an adeptus is, because I think Ganyu and Yanfei count, but they both have horns. Shinhe doesn't. その通りだが、しかし神格は人間だぞ。No horns, see? ああ、なんだそうだったのか。って、お前は気づいてたのか？っていうことは。知らなかったのはオイラだけ。お前たちから見て、あの子は普通の人間と異なるのか？ She's completely out of the loop. 神格っていつも問題の解決方法が直接的というか。初めてあの子と会った時もそのような感じだったが、それは今も変わっておらん。わらわと神格の出会いはとある洞窟の中であった。あの日、わらわがその洞窟の近くを偶然通りかかると、魔人の残骸から放たれる気配を感じた。わらわはすぐ中に入ると、そこには弱いにして6歳ぐらいの幼い神格がおった。あの子は短剣を手に、魔人の残骸である魔物と戦っていたのだ。なんだかかなり危険な状況だったみたいだな。わらわが到着した時、すでに神格が魔物と対峙して数日も経っていた。凡人のことは心も体も脆く、生きるには親の庇護を受けなければならない。だが、Why is she built like? She's built like a spaceship. What kind of six-year-old brings a dagger to a monster god fight and win and lives? あのような危機を耐え忍ぶことができたのは、強い精神力のみならず、生まれ持っての気骨と殺意があったからだ。What? Oh no. わらわがその魔物を仕留めた後も、あの子は気を緩めることなく、she did threaten わらわにまで刃を向けてきた。だがわらわに傷をつける意志がないと分かると、何も言わずに気を失った。つまり、もし竜雲釈放神君がいなかったら。いや、必ずしもそうとは限らぬ。わらわが着いた時には魔人の怨嗟は無惨し始めていた。それでもかなり危険な状況だったんだろう。なんでそんな小さな子が魔人の怨嗟と戦わなきゃいけなかったんだ。神格はこの世のあらゆる苦難や試練の片鱗を味わったのだろう。そしてわらわは行く当てのない、おそらくわらわのことだろう。神格の体質は特別なもので、戦術の修行に適しておった。わらわと他の仙人たちは、その見事な才に可能性を見出し、技を伝授することにしたのだ。しかし、子供の頃より放たれていた殺意は、年を重ねても消えることなく、Despite threatening to kill everyone, she seems pretty tame compared to the way you're describing her. ある日、昨月蓄養神君があの子を占ったことがあった。神格は孤独であだなす者。その身には邪気が宿り、友人や家族に災いをもたらすことがままあると出た。矜持の兆しであったため、赤紐で魂に枷を加え、殺意を抑制させたのだ。赤紐で縛られたことで、神格はだいぶ落ち着くようになった。表情も和らいだが、代わりに少し朴訥としてしまってな。
この広大な世で出会ったのもある種の縁。お前たちにも神格との縁がある。今後ともあの子をよろしく頼む。なるほど。じゃあ竜音釈風神君は神格のことが心配だったから様子を見に来たんだな。そんな単純な理由なわけがなかろう。今のリーユエコーは平和そうに見えるが、その裏には危険が潜んでおる。行幸は今はリーユエと人の契約の時代だと大口を叩いておったが、時期に訪れる嵐をどう対処するか、もし彼女がうまく対処すれば、わらわはその異形の証人となろう。逆にそうでなければ、わらわがことを引き継ぐことになる。We're gonna probably need more manpower if we're gonna try to take some storms like we've seen in the past with just humans. 思ったより話が長引いてしまったな。今日はもう遅い。お前たちは早く休むといい。Yeah, it's raining. I miss the rain out here. It was getting good for a while. 仙人に育てられた人間は、だから仙人扱いされると困ってたのか。他人から必要以上に敬意を払われたら逆に気を使っちゃうもんな。I guess we got enough of the conversation from Paimon to know what was being said, but wait until the following day, it says? Okay. Wait, how do I... 8 to 12? Fast forward. Don't be so awkward. 我のことはもう師匠から聞いているな。え、どうして知ってるんだ。 She left the hotel. 主らが戻ってから寝るつもりだったのだが、なかなか帰ってこなかったからな。何かあったのではないかと外へ探しに出たのだ。すると師匠の姿が見えた。その上、主らの様子も朝からおかしい。パーマン gave it away。師匠が我のことを話したのだろう。なぜなら師匠は口がよく回るからね。神格、おいらずっとお前のことを仙人だと勘違いしてたんだ。いい、我は気になどしていない。それにこれまで説明してこなかった我の責任でもある。ただしかし、主らは我を仙人だと思いながらも遠ざけるのではなく友人として接してくれた。これには我も感謝している。オイラたち本物の仙人ともたくさん会ってきたからな。じゃあこれからオイラたちは親友だ。仙人とか人間とかそんなの関係ない。普通に仲良くしようぜ。承知した。何をしたらいいかは分からぬが、親友という響きは我も嫌いではない。おう、じゃあ十分休憩もできたし、残りの2つの素材を探しに行こうぜ。 One day doesn't sound half bad. でもその前に建設場所で行幸の手下に進捗を聞いてみよう。 Why? We don't want to give up any more time than we have. 名家不浄一子を探すのはあんなに難しかったんだ。手に入れることができた人は少ないと思う。 You run the slack off during this? No. そうだ、進学、昨日民宿へ戻る前にチキンを買っておいたんだ。ほら、一つやるよ。すっごく美味しいぞ。確かに風味が豊かで
我が山中で焼いていたものよりはるかに美味だ。 She caught wild chicken。Can they get up there from here? That, oh! Phone, of course. Wait a minute. I know you.The Jade Chamber shouldn't be built yet. でも、何かに縛られてるな。Already been activated? それは、まだ再建が終わっていないからです。百万、北斗もいる。それに、知らない人。軍玉閣はかなりの大きさですので、バランスを確保するため、再建作業を二つに分けています。I thought it took forever to build the Jade Chamber the first time. I mean, I know we got the blueprints, but this is a little too fast. Overnight? 適した浮上の石が見つかるまでの期間を利用して、地上で軍玉閣の土台となる部分を作ります。Oh, so you probably already had this waiting. 浮上の石の用意ができたら、浮上の石と土台を組み合わせ、部分的に完成した軍玉閣を山の頂と同じ高さまで浮かせる。その後の作業は、上空で行う予定になっています。準備が整い次第、つなぎ止めている縄を外して軍玉閣をあるべき高さまで飛ばすのです。百聞さん、新しい素材を持ってきたんだが。少々お待ちください。すぐ伺います。再建作業が順調に進んでいるのもあなたが見つけてくれた浮上の石のおかげです。行幸様もあなたたちに期待しているとおっしゃっていました。ニンゴアン knows what she's doing. Sure indeed to let us do all the work. まさか一番重要な浮上の石をこんなにも早く見つけちまうとはな。私らはちっと出遅れちまったみたいだ。Y'all are in the competition too? 北斗も軍玉閣の再建に手を貸してたのか。 What Paimon said. ああ、以前の航海でたまたま名家浮上石を手に入れたからそれを持ってきたんだ。She, yeah, she had resources. メーカ浮上石は貴重なものだけど、見つけられたのはオイラたちだけじゃなかったみたいだな。Why do you sound upset? We shouldn't even be here. We're wasting time. そうだ。紹介しよう。彼女はリーユエの看板役者のウンキン。ウン先生だ。こんにちは。この二人はパイモンと旅人。私の古くからの知り合いだ。それと、そっちの彼女は初めて会うな。神格、二人の友人だ。そうかしこまるな。友達の友達なら私にとっても友達みたいなもんだ。ウン先生も今回の再建に参加しててな、ちょうど私の船を貸すことになったから一緒についてきたんだ。お二方の異名はよく存じております。お会いできて光栄です。神格さんも初めてお会いしますが、これから先いい関係を築けそうな予感がしています。実は行幸さんに質問する機会がどうしても必要でして、この一件に参加させていただいたのです。父の人脈をお借りし、浮上の石はなんとか見つけることができました。おお、なら3人ともいいライバルになりそうだな。You don't need to say it. お聞きしたいのですが、神格さんも参加されているのですか？ You don't need to ask her questions. いや、行幸殿に聞きたいことは特にない。ただ彼女の力になれればそれでいいだけだ。それなら一つご提案があります。 That might be good. 行幸さんが定めた規則では、素材を集めた最初の3名に報酬を与えるとのことです。質問の機会は3回であれば、私たち3人でちょうど分けることができます。Down. お互い競い合うよりも、ここは一致団結し、この3名分の権利を手にしてはどうでしょう。 Definitely cheating, but I don't think Ningguang will care, so. おお、それはいいかもな。具体的にどうすれば
いんだ。 It just means we'll work together to find the last pieces. ははん、ウン先生の意図が分かったぞ。一番困難であろう浮上の石は3人ともすでに見つけている。残り2つの素材はそれに比べたらまだ手に入りやすいもんだ。どちらか一方が仕入れ先を確保すれば、They're gonna piggyback? Oh, heck no, we shouldn't have come here. I mean, sharing the prize isn't all that bad too, especially since we can definitely piggyback off them the same way. そうだろう、ウン先生。はい。そのような方法が。Basically, y'all go for the hard one and then send just Lumine for the other one and it should work out. よし、なら私から情報を共有しよう。戦機革新について。こっちはもう手がかりを押さえてある。革新の製作は特に難しくないが、素材となる鉱石の準備に苦労するだろうな。私は船に一度戻り、スーリンに聞いてみるつもりだ。あんたたちは？リーユエ港に戻って、艦砲鉄器のショウさんに聞いてみてはいかがでしょうか。よし、方針がまとまったようだな。ならここからは別々に行動しよう。どちらがうまくいっても、私らにとっては勝利に近づくことになる。How I wish team projects worked in school. それじゃ、私は行くとしよう。また後でな。オイラたちも出発しよう。あ、そうだ。ウンキンは行校に何を聞きたいんだ？実は今、新しい劇の舞台を探しているのです。行校さんの神秘眼は確かなものなので、それについてご意見を伺おうかと。You could host it on her flying house. おお、どんな劇なんだ？オイラも見てみたい。父が民間の伝承をもとに心血を注ぎ描いたもので、深海仙女の伝説物語です。劇の名を神女壁艦と言います。Okay, so give me one second. I need to look into some things. There's a Sealy. Basically multitasking while, I could just find a Sealy map one of these days. I'm gonna have to. The first thing I need to see is how long have I been streaming? Over an hour. I want to keep playing. But, I probably should call it here. I have no energy to. I was down, but I should probably answer that call, and I have no energy. Hello, welcome to the stream. Unfortunately, I think we're just about to call it here. yeah, I've been on for an hour. I probably will be back on tomorrow. Of course, all my social media has the same name as my Twitch, but yeah, and then this will be uploaded to YouTube, but yeah, I think I am going to have to call it quits for the day. I want to clear up this story so I can get back to the underground. What was it called in Kanemia? I'm going to read it just so I remember what it's called, because that's like, it's like here. In Kanemia, yeah, basically. この のどかな時間がもっと増えると嬉しいのですが。Really enjoying the story so far. I was doing this event so I could unlock Ningguang's outfit, basically, but I kind of got sucked into it. But, I'll probably finish. These stories aren't always too long. I'll probably finish tomorrow. Maybe I'll have to get up early in the morning and start this. But yeah.As always, you guys, thank you all for watching, and I will see you all next time I'm doing something special. I'm gonna have to start uploading these this week, because this is like the third part I recorded this week, so I record and stream at the same time for anyone who didn't know. So I might upload a part today, tomorrow, but yeah, without further ado, I'll catch you all next time. Peace out, y'all.